32という数字で決められるんだ。84で決められるんだ。 8×4 は32で決められるんだ。ここしっかり幅飛び出して崖つかまりしまし、あれなんでだ。くそ、なんでだ、なんでなんだ。なんかわからないけどあそこで崖つかまりができない。慎重になりすぎているな。あそこまで行けばさほどもう緊張することはないはずなんだが、死んでしまっているな。まあ行きましょう行きましょう。悔しい思いをしたところでやっていきましょう。5枚目のシークレットを取るまでもうまだなんとか安定するようになってきましたが、結局スター取れなければ意味はありませんので。ミスったミスった、これはちょっとあかん、これは高さ足りないのでちゃんと勢いをつけていきましょう。オッケーオッケー、この勢いがあれば壁キック出せる。オッケー。さあそして、あ、今行けばよかったな。もうちょい待ちましょう、もう一巡待ちましょうか。で炎を吐かせて三段ジャンプでヒックドロップ。さあそして上の炎が沈んだ頃を見計らい飛び始め、ここに着地し、フリーズがまだ1回も発生していませんね。ちょっとそろそろフリーズ発生してほしいところではございます。今発生したのかな、今のは発生に含めていいのか。曲は止まんなかったよな。ここの壁キックの時にフリーズ発生しなければ基本的にこれ以降は発生しても問題ないんですが、さっきのフリーズだったら4秒あたりでフリーズ発生したことになりますね。どうなんでしょう、さっきのフリーズと数えていいのか。曲が別に止まらなかったのでフリーズだったのかどうかがちょっと微妙なラインではございますが、まあじゃあ次回24秒あたりフリーズ警戒していきましょうか。さあというわけで1枚目のシークレットのコインを取りまして2枚目のシークレットへと向かっていきましょう。あれ逆だな、こうだな。このカメラアングルにしまして、ここをしっかり壁キックで登っていきましょう。 OKOK、はい、まだフリーズは発生しませんよね。 OK、 じゃあ急いでいきましょう。危ない危ない危ない。で2枚目のシークレットがこのマグマゾーンにありますので、あちらへと向かっていきましょう。あーちょっとあれですね、ちょっとやっぱり先ほどの脂肪がちょっとメンタルに来てますね。何もうまいこと喋れていないですね。なんか、あ、今フリーズ発生しましたか。12秒あって危ないですね。12秒あたりでフリーズ発生しました。なので32秒あたりフリーズ警戒していきましょう。でここはしっかりと勢いをつけて戻っていきましょう。でメタル帽子を取りまして、まあ、ここは別にメタル帽子さほど活躍しませんのであまり取る必要もないんですが、一応ここの炎を安全にかわせるようにってだけのために一応メタル帽子は取っておきます、まあ、取っても取らなくても大差ないのでね。 OKOK、 さあこの細い道のりを渡っていきまして、ちょっとこれで方向転換すると飲まれる可能性があるな。慎重に行け。 OKOK、 ちょやめてマリオさんやめて、そんなにテンション上げなくていいのよマリオさん。行きましょう。次回のフリーズいつになるんだ。12秒あたりで発生したんでしたっけフリーズって。フリーズいつ発生したんだっけ。なんで覚えてないんだ私が。一回この炎を安全にかわしまして、危ない、ここに乗ります。さあそして今ジャンプすると当たる可能性があるのでちょっと待ちまして、まあここら辺でフリーズ発生するのはさほど、いや問題あるな、あ発生しましたね。31秒あたりでフリーズ発生したんで次回のフリーズは、まあ、51秒あたり、まあ、51秒ってことはまあ一浪ですね。一浪で覚えよう。一浪でフリーズが発生します。やめて、危なかった、今のはちょっと危なかった。でジャンプでかわしまして、基本的にもし攻撃食らったとしても内側このマグマゾーンに入ってしまえば、まあ、落下しなければ生き残る可能性は残っているので、食らうなら、まあ、正面から食らいましょう。そこら辺の対応力が重要になってきますかね。うわ、危な、画面外から、てかカメラに映ってない時に攻撃してくるのが一番怖いですね。音で判断するしかありませんからね。さあ一浪まではまだフリーズ発生しませんので、オッケーオッケー。さあこれが4枚目のシークレットとなります。そうなんだかんだでこの4枚目取ってからここのあれですか、ここの壁キックゾーンですか、
壁キックゾーンは当たり前のようになんかさっきから成功していますけれども、ここがなんだかんだで難所だと個人的には思っていますので、ここがこうなるんですよ、こうなるんですよ。危ないよ、よし、よくカメラアングルぐるっとしてくれた、よかった、してくれたっていうか、まあ、自分でしたんですけれどもそう、助けなんてないんでね、このゲームに助けなんてないんでね、一人ぼっちですよ。危ないフリーズやめましょう。あ、ここに取んなくていいのか。51秒あたりでフリーズ発生したんで、次回のフリーズはまあ11秒あたりですか、ダルビッシュですか、ダルビッシュで覚えましょう。さあ落ち着こう。さあこっからですね、こっからしっかりと死なないように工夫しながら、工夫っていうかまあ気をつけながら細心の注意を払いながらいきましょう。ここからはまあフリーズ注意ですね、フリーズ11秒を絶対見逃さない、11秒になった時は絶対見逃さない、それだけは守りましょう。この細い道のりでフリーズ発生すると致命的なので、しっかりとタイミングを見計らっていかなければ死んでしまう。つけ、まだ発生しないな。でとりあえずここに乗り、ここ待つかな。いや、いいのか、まだ発生しないのか。11秒あたりだもんな、行ったれ。よし、でここはしっかりと、ほら足場ちっちゃすぎてたまに意味わかんない落ち方することがあるんで、それだけが怖いんですよね。うわうわ、落ち着きましょう。ふうとか言ってなんかちょっと無理にテンション上げていますが、本当無理にテンション上げないと心臓バクバクして本当にね、危ない、フリーズ発生しましたね。ダルビッシュを完全に忘れていましたね、ちょっと危なかった。さあ11秒あたりで発生したんで、次回は31秒あたりフリーズ警戒していきましょう。でさっきからさっき2回くらいここで幅跳びして崖つかまりできないで死んでいるんで、結構奥の方だということが分かっています。なので今の私は無敵だ。よし、勝った。今の私が無敵だ、今の私は無敵だというなんかかっこ悪いセリフが動画化されてしまうかもしれないということで、ちょっと顔面蒼白していますが、やっていきましょう。でしっかりこの箱に乗りまして、あそこのホルヘイさんもめちゃくちゃ危険なので、こいつはさっと捕まえてポーンと投げましょう。でスターが多分この上にあるんで、一応この縁は流砂ですので揉まれないように注意しましょう。うっすらとね、流砂が置いてありますんで、それに飲み込まれないように最新の注意を払いつつ、さあ、スター、これだな。あ、危ない。さあ、にこやかなキノコさんがいますが、よし、終わりました。死亡回数33回ですか。あー、まあ、なんだかんだで、あまり死ななかったですね。33回死んで、あまり死ななかったと言えるのはちょっと、